台湾の信者の皆様、はじめまして、私たちがノートです。イエーイ。というわけで、皆さん、ご挨拶をね、その国の言葉でお願いします。せーの、ボンジュール。 OK、 そんなわけでね、じゃあ早速ですが、メンバーおよび団員紹介をねしたいと思いますんで、じゃあまずはどうぞ。あ、ごめんドラムの K です。イエー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 イ。ギターの進路です。ほう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 、綺麗です。よりよりよりよ。ベースのカリンちゃんです。ふふ。そして俺がジャパニーズモアフェイバリットアイドル団長です。イエーイ。ふふふ。モアフェイバリット。オーケー、そんなわけでね、まあね、台湾版 AKB48 みたいなもんなんで、よろしくどうぞ。そんなわけでね、ノーゴトというバンドはですね、こんな素敵な、格好や素敵な衣装を着て、ハートフルな歌を歌う、日本では今一番ね、人気のあるカルチャーでございますんでね、多分台湾の方はね、あんまりご存知ないかもしれないですけど、日本ではですね、私たちのですね、文房具、下敷き、鉛筆、エポック学習帳、その他もろもろノーゴッドグッズがものすごく売れております。なのでぜひとも皆さんもね、海賊版を作ってみてください。そんなわけでですね、そんなノーゴッドさんなんですけれども、今回なんと、2010年8月4日にニューアルバム、かけろ発売します。イエ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 イ。そんなわけで、こちらのかけらなんですけれども、これキエさんからちょっとご紹介をお願いします。ノーゴッドというバンドをすごくストレートに表現した一枚の作品になってます、うん、ぜひ聴いてみてください。よろしく。というわけでですね、まあこれはね、ちょっとぜひともね、まあ日本の CD ショップ以外でも、なんでだってメジャーって言っても分かんないかもしれないけど、メジャーだからさ、台湾でも買えるかもしれないので、ぜひともね、こっちの信者さんも買ってほしいなと思うんですけれども、はい、そんなわけで、そんなアルバムの発売前になんとノーゴッドさんは初の海外単独布教を行いますんですよ。イエ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 イ。はい、それはですね、8月1日に、台湾の、ライブハウスで、なんウォールです。ザ・ウォール、意味は背徳の人々。ありがとうございますそんな素敵なね、ライブハウスさんで、なんとノーゴッドさんは、初めての海外公演でして、しかも単独布教をやりますので、ぜひとも台湾の信者さん、もしくは台湾の信者さんじゃなくてもいいです。もうね、各国、もう母国を捨てて、ぜひとも台湾に聞かせていただいてはどうでしょうか。そんなわけで、そんなね、初めての逃避行ですけれどもね、皆さん心境なんてものを聞かせていただきたいなと思うんですけれども、結構いかがですか、初の台湾ですけども。頑張れ、頑みだ、頑張る、頑張ろう、頑張ろう、ファイト。しのさんはいかがですか。ファイト、ファイト。し、あ、へそ見えちゃったよ。めくる。どうですか、キエさんは。小籠包。小籠包、あれだろ、シューマイのみたいなやつだろ肉汁のすげえシューマイだろ。あー楽しみだ、キヨーケン。はい、カリンちゃんはいかがですか。あ、カメハメハ、違うでしょ。何、太極拳がしたい。それは本土じゃないかなそうですまあまあね、体健康に頑張りたいということですね。はい、そんなわけで、完全にですね、ノーゴッドさん海外公演が決まって舞い上がっておりますんでね、そのどれだけ浮かれてるかっていうのは、その8月1日でしかお見せできません。のでぜひとも皆さん、ノーゴッドの台湾単独布教に、ご参拝くださいませ。そんなわけでね、もうとりあえずきっと初めてね、見るその台湾の熱い魂を持った信者たち、俺たちがどれだけクソやろうかってものをね、見せてやりますんでね、俺たちがどれだけ日本で受けないか、どれだけ俺たちが海外サイズなのか、ワールドワイドエンターテインメントしすぎてどれだけ日本で受け入れられないのか、それをあなたのその目で、その心で、あとまあインターネット上で確かめてください。そんなわけで、俺たちがジャパニーズモアフェイバリットベリーバリューアーティスト、ノーゴッドでした。バイバイ。